いやー、 FF7 リバース発売したね、やりてーまあリベイクをねとりあえず終わりにしてからリバースやろうと思いますので、まあしばらくまだリバースはね、まあ後にはやっていくんですけども、あ、まだやらないと思うのでリメイクをね一緒に楽しんでいただければと思います。ということで前回の続きですね、チャプター12です、お願いします。アバランチだよね、アバランチとシンラが戦ってるっていうことなので、まあ今日はそっからですね。お願い、行かせて。え？あ、こいつらがなんか行くなって言ってんのか。こいつら何なんだろうな、敵なんだか味方なんだか。なんかイデアリスを助けてた時もあったし。この壁絶対に越えよう。そうだな。あ、戦うと。じゃあとりあえずこの、あ、でも強いんかなこの辺は。どうなんだろう。あ、コメットなんかめちゃくちゃ強そうなの使ってきてんな。オーバードライブ。あ、弱点、まだなんかこれ弱点じゃなかったっけ。あ、でもめちゃくちゃなんか食らってる、オーバーヒットで。じゃあとりあえずオーバーヒットでいいか。なんかもう見破るする前に見破らなくていいの。強っ、オーバードライブは強すぎる。なにこれ、魔法の防御は分かった。魔法を打てってことなのかな。でもなんかオーバードライブは強すぎるんだよな。あ、今どうなってる。あ、ボーナビった強っ。イアリスはなんか溜まってんだよな、 ATB ゲージ。ジャッジメントレイでもしといてもらうって。でティファはまあとりあえずオーバードライブで強えな。本当に強えな、ティファ。また魔法の防御は弱まった。あれ、ティファがやばくない、ちょっと。ティファの HP が若干やばいんですけども、まあ、そのまま無視して。じゃあ、クラウド今溜まってるから、KRで一旦、ティファを回復してもらって。OK。で、オーバードライブ、ひたすらオーバードライブでいいね。まず D、こいつからやっつけるか。この、横の。よし。あとこいつだけだな。もうひたすらオーバードライブで。強っ。本当に強いな。あー、でもどんどん出てくんのか、こいつらか。じゃあ、いっか、もうこいつのなんか、親玉をすげえ狙って。あ、バーサーいた。やった。OK。あれ、なんか火か、ちょっと間違えた。あれちょっと待って、やるところ間違ってる。こいつ今バースト、あ、バーストも割れたの。おいおい。イアリスはさっきから溜まってんだよ、ずっとな。祈りしなくてもいいから、ジャッジメントレイで、まあ、ジャッジメントレイでいいか。ちょ、ティファ大丈夫。あれ、キーが溜まってね、ATB で溜まってるよな、アルペ。で、オーバードライブで。あー、強い。エアリスが強い、エアリスじゃねえや。キー解放でもしとっか。オーバードライブやってっかな。オーバードライブは強すぎない、オーバードライブでいいんだよ。でも一回キー解放しといて、これでもう、ショーダラッシュ打てるから、ショーダラーそして、OK。もうこれでいいや。あとはもうオーバードライブ。クラウドは溜まってるな。クラウドが、まあ、ラピッドチェーン。なんか盗める？なんか盗める盗んでなんか。盗めるもんない盗めるもんないって。盗めるなんか。まあ、多分ゴーストだから。あ、バターいた、来た。よし。で、オーバードライブ、こいつだろ？で、クラウドで、クラウドもなんか溜まってるから、ディスオーダーでこいつ、で、エアリスも溜まってるから、エアリスも、エアリス1個しか溜まってねえのか。エアリスがね、じゃあ、イノセンスフォース、聖なる魔法陣、どうすか、イノセンスフォースにするか、イノセンスフォースで、こいつを、はい。OK。強い強っ、終わった。こいつは何なんだ。かっこいい、ティファ。
エアリス。行こう。よし。っていうか今思ったんだけど、前回さ、エアリス武器盗んだよな、敵から。なので、ちょっとエアリスの武器で、マジカロットじゃなくて、あー強えーストライクロットはマテリアが4つはめられ、あ、でもマジカロットと変わんねえのか。ただ攻撃力はこっちの方が強いな、全然ね、多分ね。物理攻撃力あんまエアリス関係ねえ気がするけど。でも光の盾がなんか覚えられるな。弾系の攻撃塞いで敵を近寄らない魔法の盾を設置しますな。まあ、とりあえず、ストライクロットにして、ちょっと武器強化してくるわ。よし、とりあえず武器もエアリスの強化できたんで、とりあえず行きますね。バレットたち頑張ってるかな。のんきだな。ここか、この上だな、多分な。あ、みんないるじゃん。あ、バレットの声だ。シンラ VS アバランチってやつだな。あーフレッチ、フレッチ、お、ワイヤー使って、おお助かった、よかった。えまあ、怪我で済んだか。大丈夫か、クラウドさん。大変っす、シンラがこの柱を倒して。分かってる、行かなきゃ。上でバレットたちが。無理だ、ウェッジは頼む。俺は上へ行く。あ、クラウド一人で行くんだ。俺だけ休むなんて。フィックスは俺をかばって。ウェッジ、上はクラウドに任せよ。私治療する。フィックス、ジェシー、バレット。ウェッジ。いいな、ティファの指示に従え。まあクラウド一人だけで行くんか。おー、ビックス来たな、何でもや。あいつが来る前に掃除くらいしとかなくちゃ。無理はするなよ。やばそう。さて、じゃあ行くぞ、とっとと行くぞ、この辺は。よし、どんどん上に行きますね。あ、敵か。じゃあこの辺はもう片付けます。よし、どうってことない。よし、どんどん上に行くぞ、グラウド。まあこの辺の敵はちょっとカットしていくね。適当に倒しています。よし、進むぞ。あ、なんかある。これ何、これ何。重力球かよ。ねえ、このまま上に行けばいいってことだよね。います、バレットさん。ここには、あ、誰か、あ、こいつか。このゴースト的な、ん？ミックス？ミックスではねえか。こいつ、助けてくれない？敵？ビックス。ビックス。まいった。いや、まいった。めちゃくちゃやばそうだな。な、ウェッジは治療中だ。安心しろ。よかった。腹がクッションになった。喋るな。上が苦戦中だ。頼む、クラウド、引いてやってくれ。任せてくれ。あんたはどうする？任せてくれ。任せてくれ。ありがとうな。そう言ってくれると心強い。ビックス。そうだ、リーフハウスって個人がある。うん、行ったよ。5番街のスラムだ。行ったよ。
クラウド。時々って子供たち。死ぬなよお前。断る。自分でやれ。そうだ。その返事がいい。子供は苦手なんだろう。あ。お前がまだガキ。じゃあな、クラウド。ビッグズ。星の命任せた。ダメだビッグズ。ダメだビッグズ。ビッグズ。ここで待ってろ。切ねえよビッグズ。絶対直してやるからな、死んだの野郎。よし行くぞクラウド。この上だな。どこだ。ちょ一旦セーブしとくか。うわなんかみんな死んじゃってる。排除する。排除しなくていいよ。よし。この上は、この上はなんだ。誰かいるか。あーみんななんかやられてんな。あなんかまたいるなこいつ。で敵を倒してさらに上に行きましょうと。まだ上があんのか。まだ上があるな。よし、上。タークスか。タークスな気がすんな。レノとかかな。あ、やっぱレノだ。攻撃しないで。やめて。クラスファースト。オラオラ。オラ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 。よく逃げれるな、クラウド。すげえな。う。まずいな。よく耐えてるな。言われてるね。ディワンも来るんだ。うん、心に従って、うん、エアリス、近くにセブンスヘブンってお店があるの。そこでマリンが待ってるでしょ。任せて、必ず助ける。
お店まで案内お願い。任せてください。みんなのことよろしくっす。で、ティファは上に来るってことか。セブンスヘブン案内するっす。ウェッジ待って。あ、エアリス操作なんだかこれで。はあ。みんな離れて。なるほどね。まで行けないだろう。うるさい。今は通行禁止だ。開けてください。ここが通れないと。うるさい。無理だから言ってるだろ。ウェッジ。やっぱり役立たずっす。諦めないでウェッジ。私たちの声で助かる人大勢いるって信じよう。これどうすんだろうな。これ行けなくて。プレートが落ちるって信じてるんですね。俺はアバランチの勝利を信じてるっす。でも嫌な予感がずっとしてて。なんだろうこれ。それ私もだから、いざという時に備えよう。あの時こうすればよかったって後悔しないように、今を精一杯できることちゃんと。うわー、めっちゃ落ちてきてんじゃん。これどうすんのこれ。あー、無理やり行くわけね。何が起こるかわからないっす。後悔するときはいつだって手遅れっす。みんな助からなきゃダメなんだ。おー、いた。ボケてくれた。お前、僕は後悔したかありません。すげえ、新人兵士。皆さん、こっちです。早く。 おい、待て。ウェッジ、セブンスヘブンはこの先だよね。そこの道を抜けて右側っす。マリンは任せて。町のみんなは任せてください。皆さん、避難してください。7番階の下から離れてください。5番階か6番階へ、なるべく遠くへ。7番階から離れて、早く遠くへ。え、残る。ちょっとあんた、何か知ってるのかい。あ、あれじゃん、地球は無事なんだろ。大家さんじゃん。今はまだ。でもプレートは落ちるのかい。はい。信じられねえ。あいつらどういうつもりなんだよ。ここで騒いでも仕方ないよ。さあ、自警団は避難誘導だ。いや、その前に避難経路の確保。ああ、そうだそうだ。ほら、行こう。あんたもアバランチかい？友達です。後で顔見せなって、ティファに伝えておくれ。はあ、まあ、とりあえずマリンのとこだな。マリンで、マリン、マリン。あそこだ。ジェシーもいるんだよな、確か。あれ？あ？うわあ。落ちてくる？落ちてくるじゃん。どうすんのこれ？やば。まず突っ込むぞ。セブンズイレブンに突っ込む。危なっ。うぅ、気が回る。急げ、こっちだ。あれ、セブンズイレブンに行けなくなっちゃった。これ遠回り、これ遠回りしていかなきゃじゃん。これこっちから行けない。そうだな、別の道からだよな。で、とりあえず迂回して。しゃあ、どこへ逃げろって言うんだよ。あっちはまだ通れる。どこか通れそうな道
どこにあんな通れそうな道は。こっちか。やった。なぬ。待ってて。早く行けよ。行きなよ。あまりんじゃん。あれ？でも今は我慢しようね。マリンの友達か。早くこの先へ。ほら、ほら、こっちだ。こっちだよ。あそこまで一緒に行こう。もうちょっととりあえずあそこに行って。ここだな、とりあえずな。逃げ道はこっちだよ。ほら、急ぎな。この子もお願いします。ああ、ベティ、ここにいたんだ。パパ。そうだな、マリンの友達だよな。なんかクエストやった記憶がある、この子の。猫探してきてっつってチャプター3で。で、マリンのとこ行かないと。これどうやって行くんだ、この奥。待ってよ、家にはまだ。命の方が大事だろう。この奥でいいんだよな。あ、もう一機も爆発。あ、そうなんだ。手間が省けた。そちらは。お、イオリス。別件が入った。あとは任せたぞ。自由だ、お前は。なんか、なんか覚えてんな、これ。ソンがこれ、エアリスさらいに来るような気がすんな、これな。で、とりあえずマリンだな、まず。無事でいて。あ、いける？マリン、もう少しだからね。お。で、こんなさ、やべえ時にまだ家にいんのか、マリンって。ジェシーは、ジェシーと一緒にいるはずだよな。いなくね。鳴き声が聞こえる。あれ、あ、いたいた。ジェシーはだよね。だ、誰。私はディファのお友達。ディファはどこ。今はクラウドたちと一緒。父ちゃんも。バレットだよね。うん、一緒。まだ帰ってこないの。そう、だから私が来たの。頼まれたんだ、マリンと一緒にいてって。でもここ危ないから、安全なところ行こう。店壊れちゃう。お家なくなっちゃうよ。悲しいよね。でも家族が揃えばそこがお家。いいこと言うな。一緒に行こう。すげえいい女の子をこれ見るとエアリスって。うん。
あ、懐いた。懐いたって言い方。いい匂い。そう？マリン、この匂い知ってるよ。あ、花か。忘れないでね。行こう。なんでやべえ状況なのにこんな落ち着いたムービーなんだろうな。新しいよ。お花いっぱいにしよう。マリンにもできる？もちろん。どんなお花？あー、落ち着くわな、やっぱな。でトンが出てくるわけだろ。トン、かくれんぼは終わりだ。エアリス、かくれんぼしてるつもりはないんですけど、トン。そう。さて、選択肢はそれほど多くない。心配しないで、マリ。うん。取引したいんだけど。ここのシーン見るとやっぱエアリスってかっけえなーって思っちゃうな。自分の身を犠牲にしてマリンを守ってくれっていう話だろ、ソンに。そう言ったわけだろ多分な。取引したいんだけどっつって。あれは、あ、ティファだ。意地悪しちゃうぞと。一瞬するなって。女の子だぞ。女の子に対して意地悪はしないで。クラウド、うぅ、ナイスキャッチ。ティファ、お待たせ。無茶だ。お互い様、このまま走ろう。何やってんだよ相棒。してくれってそこは。隠れてないで出てこいよっと。出てきたくないです。いい加減諦めた。よし、上行くぞ。登ってで、ここまた敵がいるから見て終わり。丸見え。どこだ。あ、とりあえずこれ回復。まだやる気か。これこっちか。こっちだな。こっちからこうやって、え、待ってるかよ。待って、これ行き方わからねえ。隠れてるつもりかよ。どうやってどうやってこれ階段。あ、こっちか。よし、これで上に行くと。このままでもいいけどよ。いやー、こいつか。よし、上まだいる。倒してさらに上。こっちか。飽きたぞ。いけねえじゃんこの上。どうやって出てくんだ。あ、ここか。
あ、ジェシーだ。腕によりをかけた私の新作、たまんないでしょ。かっこいいな。かっこいいな、ジェシー。よし、ジェシーはいるのか。あー、上か、あの上だな。あ、でも敵がいる。よし、とりあえずこれで終わり。はい、最上階。回復してんだよな。まあ、とりあえずこのまま行こう。これ最上階な、いねえ、最上階じゃねえ、まだ。OK、終わり。よし、回復して。回復できるもんねえよな。とりあえずもう上に行くしかねえわ、もうこのまま。割と平気、生きてるあいつ、大丈夫かな。あれ、まだ最上階じゃねえんだ。あ、ジェシー行こう。嫌だ、ティファってば、変な顔しちゃって。最後っておい、うん、悪くないぞ。最後と決まったわけじゃない。うん、いいんだ。私の爆弾、大勢殺したからね。償わなくちゃ。このチャプター結構やばいね。ねえ、本当はね、みんなでまたママの料理食べられるって、どっかで信じてたんだよね。あんたのピザ。このチャプター切なすぎんだろう。ビックスもジェシーも。そろそろ行ってくれない。見られてると恥ずかしくて。うえ。ジェシー。いやー、きついね。決戦。じゃあ上に行くか。ちょっと回復してんだけど。回復してるけど、もうしょうがねえや。てか、バレットあいつ大丈夫か。あ、休めるとこあった、よかった。だと一応回復もなんか変える。メガポーション3つ買っといて、で、エーテルもこのね、安いやつを2個買っといて、
で、フェニックスの方も2個買っといて、で、あとは、ハイポーションもちょっと欲しいよな。10個ぐらい買っといて、10個か。10個ぐらい買っといて、エーテルも、あと3個ぐらい買っとくか。待って、なんか武器とかある。まあ、この辺はいっか。うん、この辺はいいや。あとエーテル1個ぐらい買っとくか。はい。よし、これ行くぞ。ちょ、セーブしとこう。よし、行くぞ。多分ラストだろう。あ、バルトいる。戻れねえじゃん。気をつけろ、ヘリから撃ってきやがる。よく持ちこたえた。足りねえよ、俺は今主役だからだ。いつまでもここにはいられねえ。準備はいいか。あ、うわ、最上階だ。レノだ。やるしかねえか。ルダ。え？あ、これ武器か。レノ早いんだよな。てめえこら、待ちやがれ。あんたら喧嘩売る相手を間違えたぞっと。なんか呼び出してくるな、多分な。緊急コードの入力を確認、起動ボタンを押してください。緊急コードの入力を確認、起動ボタンを押してください。止めに行ったけど間に合わなかったね。するなよ。緊急コードの入力を確認、起動ボタンを押してください。やれよ。あった。なるほどね、レノとやるわけね。よし、やってやろう。なんか強えよな、絶対。早いんだよな、そうなんだよな、早いんだよな。こいつどうするかなんだけど、エリアルラッシュ。レノ、ティファ。俺の見せ場だ。あ、そうだね、ティファ、ティファ、ティファだ。まず見破って、お前ルードもやったんだって。見破ります。まず魔法攻撃と雷属性の攻撃ではバーストゲージはたまりにくい。とりあえず雷を打つなってことでね。だから弱点は特にねえから、通常攻撃で行きまっしゃいよってことだよな。アイテムドロップ。あ、エーテルターバー、あ、でもなんか奪えるな。ウィザードブレスっていうのは奪える。ただとりあえず、とりあえずクラウドさん、見えない。何これ。待って待って、バグった。はい、ということで、もうやり直しましたけども、なんか画面が真っ白になったので、まあ、とりあえず見破った結果、雷属性を撃つなっていうのと、物理攻撃に行けっていうのと、あと、盗めるっていう話なんで、頼むよ。盗めなかった。盗んでくれよ。頼むよ。オッケー、盗んだ。よし、あとは普通に倒せばいいということですね。ちょっと待って、回復したい。回復、回復、ハイポーション、ティガー回復、エアケアではないかな。危な。で、バレット、バレット、ケアルラ、クラウド、
あれどこ行った？リノがどこ行った？いやー、出ていじめないで。よし、ハークスコーク、ライトニングオール、よし、ダード入って、この後多分ひるむから、ディスオーダー、何を打っちゃいいんだか分かんないよ。はい、やばい、このエリアルラッシュは結構まずいな。基本、あ、でバリア貼っときゃいいんか。物理ダメージ半減、クラウド一旦バリア貼っといて、じゃちょっと待って、ティファ、ケアルでクラウドでしょ、ケアルクラウドで、ティファも溜まってんな、ティファも溜まってるから、ティファはオーバードライブにしときゃいいか。やべ、なんか食らってるやん。で、バリアのおかげでだいぶ助かってるな、オッケーオッケー。でバリ全体バリアすいんじゃない、全体バリアちょっと貼っとこうぜ、ティファ。いや、攻撃されてればバリア、オッケー、バリア。ちょっと待って待って、たまって、 ATB ゲージマジでたまるのが多い。ケアルラで一旦回復しとくぞ、オッケー。で、バレット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 も一旦回復。ティファ、ティファ、ティファ。やば、やばい、やばい、マジでやばい、マジでやばい。一旦解除、あぶね、オッケー。で、一旦 KR で回復止まりと、なんでだよ、崩壊、回復途中で入って入れてくんじゃねえよ、攻撃。うわ、終わった。待って、ティファ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 、メガポーションでちょっと食らうぞ、あぶね、オッケー。確実に防御していくからじゃないとこいつ無理だな。待って、バリアってまだ切れてる、切れてんのか、切れてねえのか。あとバレット、あ、切れてねえな。あとバレットにバリア貼っといて、これ全員バリア貼ったね、オッケー。ちょっと回復して、やべえ、やっぱそう、一旦相手の攻撃を解除待ってっからのがいいな。ケアルラ、あ、やべえ、エーテルがねえかも。エーテルで一旦クラウドで、バレット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 、ケアルラ、クラウド、でガード入った。で、一旦も共有とくか、強切りを。いや、でもどうする、バーストしてっからのがいいな、バーストしてっからのがいいから、一旦まだいっか、オッケー。セーフでガード入った後にこれで打って、いけたらでしょ、いけたら。で、今撃てるな、今撃てるからディスオーダーかなんか撃ってて、オッケー、まずい、あれバーサー入ってねえな、なんか来た、ルード来た、爆撃準備開始、やめて。やめて、どいつもこいつも好き勝手やりやがって。まあ俺もか。ヘリに注意しろ、どうすんの、注意しろって言われてもね。ちょっと待って、回復しときたいんだよな。KR、 うわー、これ危ないね、これ危ないわ。弾を補充する、弾を補充する、で、どうすんので、出たピラミッド、これどうすんだっけ。そう、これ原作でもやったけど、めちゃくちゃこれ嫌なんだよな。そうか、これ殺せんじゃない、これな。アバランチ魂って何、 ATB 系の血を消費し、ピラミッド、これどっちにやらいんだっけ、ピラミッドにやらいんだっけ。次はオーバードライブ、壊れた、オッケーオッケー。よし、とりあえずこれ壊れて、クラウドが溜まってんのよ、リミットな。競技で例のやっといてもらって、で、ティファ回復してもらって、ハイポーションで、まあ、とりあえずティファで自分自身回復してもらって、食らうねー、競技で。ここは慎重に、待って、クラウドしか今溜まってない、クラウドでケアルラ、よし、とりあえずスレーで殴る、
ティファーがまずいね。ティファーがまずいからケアルだ。あ、間違えた間違えた間違えた。ボタン回し間違えた。ボタン押し間違えた。ちくしょう。まだ回復いくか。ケアル、ケアルでティファー。ティファーどこ行った？ティファー。よしやっちゃおう。まずレッドから撃たないと。一旦離れる。今度はあれか、ティファか。解除したケアル。いや回復してね。オッケー、オッケー、解いてね、解けてね。で待って、とりあえず回復しときたいんだよな。バレット、あれどこ行った、あれどこ行った、あ、ここか。危ねえ。でとりあえずサマーソルトを一旦、はい、サマーソルト。あれどこ行った、消えたぞ。あ、レナこれ倒したか、レナ倒したってこと、わかんねえ。回復しときたい、回復しときたい。ハイポーション、ティファ行って、でクラウドも一旦ケアルで、いや MP がね、てかあれか、バリアがもう腫れてねえな。一旦クラウド MP 回復しといて、でバレットが ATB ゲージ溜まってるからケアルで、やべ、バレットも ATB ゲージなくなってる。あれ狙えなくね、あれバレットか、ここはバレットだ。おい、でフュエルバースト、あ、でもフュエルバーストでだいぶ削れんな。よしよし、ここあとひたすら打っていいだけだこれ、バレット多分な。待って、よし、オッケーオッケー。落とされてやる。どうせ降りるつもり。言うね。始末書はお前な。さあ。楽しもうぜ相棒。マジかよ。はい、どうすんだ、ティファでいっか。オーバードライブがいいよな、やっぱ。待って、レノが HP が今少ねえから、レノがやりて。ただで済むと思うなよ。待って、クラウドでさ、一旦さ、バリア貼っときたいんだよ。一回ティファやって、で、アイテムで、ハイポーションで一旦ティファ。あ、サモンゲージ溜まってる、サモンゲージが溜まってる、ありがて、あーまずい。ね、ケアルラ、あ、やべえ、エーテル、とりあえずエーテルか、どっちが先。でも回復しとかないとまずいから、回復ティファだな、まずエーテルで回復しときたいよな。エーテル、バレット、やばい、ティファ死ぬぞ。よし、でメガポーションいったん。勝負はこれから。まずい、まずい。待って、とりあえず回復なんだよな。メガポーションでいっか、メガポーションで。危ねえ、サモンゲージ溜まってるけど、誰がクッキバって何やってんだっけ。サモンゲチョコボ&モーリア弱すぎるからダメだな。ということで一旦ティファは回復で、ハイポーションティファに一旦しといてもらって、でクラウドだよね、やっぱクラウドのサモンがリクルートだね、やっぱ。あれ溜まってね、あー、なんかひるんでる。頼むよクラウド、来た、あ、来た、頼む、いぜよイーフリート。遊んでやるイーフリート、はい、
で、ティファが溜まってるんだよな。ティファがゲージ溜まってるから、ティファ。ティファのリミットゲージがサマーソルト。ベロン、ダメよ。はい、サマーソルトバーン。よし、レノがもう少しいけるわ。で、サモアビリティか、どうすっか、攻撃してるとこであるけど、回復もしときたいんだよな。ちょっと溜めるか、エキリゲージ。きつ。やっぱ回復してるな。ナム。待って、バレット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 。バレット、ケアルラ、ティファー。で、ティファーが溜まったから、これサモアビリティで、フレアバーストで、レノ。頼むよ。あ、ちょっと待って、なんでフレアバースト今入れた ところにまずめちゃくちゃまずい、まずい、やばい、全体的にやばい、全体的にめちゃくちゃまずいんだけど、これどうすればいい。アイテムメガポーションだろ、とりあえずメガポーションで、どっちがバレットの方がやばいんだな、バレットとりあえずメガポーションしといて、でクラウド、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 クラウドで、クラウドはちょっとケアルラで自分回復しといて、やばいティファー、やばい、ティファー死んだ。フェニックスの王だよな、まずな。フェニックスの王でティファー回復しといて。ちいちい。まずやばい。ケアルラ。ティファー。待って。ティファーどこにいる？あれティファ、あれ、あ、来た来た、地獄の階段、これ多分レノがやられるよな。はい、レノさよなら。 OKOK、 レノ倒れた。よし、これ一匹いなくなればだいぶだいぶだいぶだよね。あとルードこんだけだしな、いけるな、いけるいけるいける、オーバードライブでルード、あ、森だ、はい、強っ。オーバードレイマジで強いじゃん。起動ボタンを押してください。解除方法どけ！やめておいでかよ！ティファ！なあ！なんだ！うわ、押される！ああ、プレート解放システム起動完了。押しちゃった。プレート解放システム起動完了。プレートが落ちんのか、これで。第1区画の分離を開始、速やかに退避してください。プレート解放システム起動完了。何しやった、クラウド、ティファ、俺のもだいぶボロボロだな。いやでも多分もう無理だろ、一回起動しちゃってんだから、壊したところでだよな多分な。どうしよう、あ、飛んだ。システムの解除はもはや不可能だ。お願い止めて。ティファ、マリンは大丈夫だから。エアリス、マリン、マリンだぞ、あんたマリンを、そこはどこだ、あそこは、あ、君たちの活動が巡り巡って
我々に古代史をもたらしたというわけだ。エアリスね。だが申し訳ないが、今教えないと。古代史。生徒らの生き残りだからな、エアリスは。アバランチに逃げ場などあるかな。エアリス。うわー、これどうやって助かんのこいつらは。うわー、完全に崩壊じゃん。え、どうすんの。待って、とりあえずセーブ、あ、セーブできねえ。これどうすんのこれ。いや、わかんない。脱出方法はって言われてもわかんないんだよ。脱出方法。あと18秒しかない。無理だろ。無理で、無理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 。探せません。探せません。脱出方法がわかりません。あ？おい！こっちだ！このワイヤーで脱出だ！行こう。急げ急げ！よくこんなとこでワイヤーがあったな。かっこよ。うーわひど。ウェッジ、ウェッジ大丈夫。ウェッジやばくねこれ。ウェッジやばくね。あ、プレジデント。あ、決闘士。7番街めちゃくちゃじゃん。もうあ、チャプター13入った。やべえ、気になるこの後の展開も。もうすでにやってるはずなんだけどさ、2回目なんだけど私リメイク。あー、え、キファ、はい、ということで、なんか一応チャプター13にまた入ったので、一旦今日はね、これで切ろうと思います。いや、気になる、この後の続き、気になるとか言いながら私一回やってはいるんだけど、リメイク。あと原作もやってはいるんだけど。まあね、この続きはまたやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また次回のエフェルドお会いしましょう。バイバイ。いやーいやーあんまり気にしないと思うから、さあ、行った、一発コンボが入って無理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 だこいつは。今挑むよ。